い、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ドラゴンファンタジー2、前回の続きからやっていきたいと思います。まあ闇の世界に来て、まあ、いろんな能力が封じられてセーブできないみたいなこと言ってやっべーとか思ったところですね。まあちょっと闇の世界には来たんですけれども、多分この下でね、地上世界に戻れると思うんですよね。まあ、地上世界というか光の世界地上じゃなかったし、ここに戻るのか。ちょっとね、地上を探索したいんですよ。その天魔の手綱を手に入れて、飛空艇以上にね、いろんなところに降りられるようになったと思うんで、とりあえず全開にはなってるよな。強く握った。で、あんまり速くはないな、チョコボ。こういうとこっすね、こういうとこ。ちょっとここ行ってみましょう。塔があるんで。なんだ、なんか致命的なの出してほしいっすよね。なんとかの塔とか。なんだこれ本当に。ちょっと左と右が行けそうなんで。え、なんだ、外に出んな。なんかいる。これは伝説のドラゴンではないか。ドラゴンがいるところか。これはイエロードラゴン。まあ、ピサロは目の剣でいきましょう。風魔手裏剣。ちょっと風魔手裏剣も減ってきたかな。何が効くんだ、イエロードラゴンだから。まあ、いや、フレアセーバーでいこう。安全に。事後フラッシュ。ゴー、暗闇になった。これは魔法だな、そうすると。ブリザバで攻めよう。213。どうなんだろうな。多分弱点つくと300くらいいくと思うんだけどな。サンダガはね、多分効かないんだよね。ファイガ164。水か。そうすると162。水流切りをちょっとやってみましょう。当たるかな、そもそも。316。水だなこれ。おお、危ねえ。危ねえ。ビビよくかわしたなサングラスかけてる状態で。お、水だ、これは来たな。ピサロがね、水が使えないんだよな、こいつ。となると、まあちょっと目の剣でいきますか。ミスった。そうか、ミスるんか。ちょっと目挙手で回復させよう。主人公エスナ的なものはないから、目薬でちょっと回復しましょう。ピサロ目挙手で回復。サンダガ、うわっ、何回使ってくんだよ。ウオタガ、これはどうしよう。闇の剣で回復しよう。セルフ回復で、こいつはもう明鏡止水だな。一応ベホマをユフィにかけとくか。あ、ビビのウオタガが今回は肝だな。そうするともうピサロは命の剣で大丈夫でしょう。てか塔に入った直後なんだ、トラインって。ドラゴンと戦闘になる。うわー、魔法トーンはね、ちょっときつい。これはマジできつい。山彦草をまずビビで、迷宮実水は大丈夫なはず。うわー、食らった。ガー、集中して食らった。で、主人公もちょっとベホマ使えないときついんで、よみがえらせるか。しまった、世界樹の葉をむしり取ってきてなかったな。で、永明鏡止水で、ピサーロはちょっとアモールの水でビビを回復させる。165か、不安だな。おお、危ない。よし、これでだいぶ元に戻ったかな。攻撃に入ろう。当たるかな、水流切り。わあ、ミスったか、やっぱり。うおたが暗黒剣。よーし、ちょっと苦戦しましたね。世界樹の葉を取ってきましょうか。そうするとてかさ、これおお、魔人の斧とか超強そう。残り4匹。てか倒すとどうなんのこれそれがわからない。
なんかラダトームの上の方に来ましたよね。一旦ラダトームに戻って寝ますか。よいしょ。10円とか超安い。大丈夫だよね。全員全ステータス治ってますね。じゃあちょっともう一回天魔の手綱を。あ、ここじゃ使えないんだ。町の上では使えない。で、上のここでしたよね。あ、もうすぐここだ。っていうかマジでここがそもそも何なのっていう。まあ、ちょっとまた右の下は何もなかったから、何もなかったっていうか竜がいただけだから。敵も変わってんな。加速デパス的なものがいるな、後ろに。燃えろ。なんだろうな、開けろ。そういやエクスカリバー手に入れたんだった。あれ、エクスカリバーって竜の首殺し合いでかけられなかったっけ。さらに強くなるのか、ラグナロクとかになるのかな。手裏剣いっぱい買ったから手裏剣投げればよかったかな。まあ、経験値的には今いるところとそう変わらない感じっすね。これなんだ、外に出れるけどなんもないぞ。世界樹の葉を取ってくるって言ったけど、そや取ってきてねえや。うわー、アーリマンだ。効くかこれ。おお、効いた。もうこれが不安だな、最初に出会う敵は。この暗黒剣が効かない恐れがだいぶあるからな。111か、やっぱ強いな。そしてこいつらのヒットポイントも高いな。うおー、ミスったかー。ビビを狙わないでくれ。手裏剣おりゃー。手裏剣も139か。エクスカリバーより強いな。ピサロもようやく31。これでレベル5デスを食らうことがなくなった。何にもないよなここ。この外はフェイクか。じゃあちょっと右の方に行きますか。これもなんか外とかあるけど、あ、なんか右下に見えたけど草かな。なんか人の頭っぽかったけど、何が効くんだこいつは。雷神とかそうでもないな。あとはブリザが。あんまり試しすぎると回復されるからな。普通だな。暗黒剣、いや暗黒強いわやっぱり。聖水を使いましょう。あーやっぱ人だな。でもちょっと先に、あーな階段がある。ちょっとあいつに話しかけよう。なんでこんなところにいるんだ。自殺願望者か。今にも飛び降りそうなスターキメラ。飛び降りたところをスターキメラに助けられるみたい。君はまだ死ぬべきじゃないよ。魔物ごときに諭されるとか。あ、早い。さすがスターキ。おお、マジかよ。ホーリー使ってくんのか。200とか。やばい、ビビが死ぬ。おお、魔法防御は一応あるな。クラッター死んだ。暗黒剣で一掃できるか。あー、ミスりやがった。手裏剣投げよう。スターキメラ早いな。え、回避率も高い。手裏剣をミスるとは濃紺だな。アルテマソード。究極の剣を覚えたぞ。フェニックスノード蘇らせて、アモールの水がもう10個しかないよ。これもう99個買ってこようかな。まず、この自殺願望者の止めましょう。早まってはいけない。まあ、人がこの塔に入ってくるなんて何年ぶりでしょう。ここは精霊ルビスの塔。ルビス様はこの塔の一番上におわします。かといって、ただ登るだけではルビス様に会うことは叶いませんわ。よく考えて進むことです。どういうことだ。よく考えて進むって、これとかいけないかな。まるで
俺の頭ではそう簡単には登れないと言っているようなもんではないか。もうミスったか。雷神とかできればな。ビビに回ってきてほしいけど、おお、ホワイトウィンドウ110か。凍える吹雪フバーハ切っちゃったからな。あー、これ200回復するぞ。300か。振り出しに戻ったな。凍える吹雪を使ってくるってことは、あまりブリザガとかは使いたくないな。うわー、強敵だなマジで。うわー、全然倒せない。これが鬱陶しいな。ホワイトウィンドウ、うおー、そしてホーリー200ちょっとくらうはず。1体ずつ倒すか。いやー、やっぱり3体まとめて倒したいからな。やばい、しまった。ヒットポイントが少ないから攻撃力が弱いのか。風魔手裏剣で1体倒そう。ほら、え、生きてる。主人公のな、全体攻撃がないのが痛いよ。ユーフィー早っ確実に仕留める。よし、天柱を下す。あー、苦戦した。32レベル、何も覚えない。ユフィも32レベル。神羅万象、あ、言われてみればユフィ神羅万象ありましたね。名前だけはなんとなく覚えてる。もうなくなっちゃう。アンボールの水が結局ベホマを4回使う羽目になった。ミーユがな、ベホマラを覚えたからな。ここはちょっと聖水重要っすね。あ、回転床か。一定の法則さえ見つければ、でも回転床はなんとかなるからな。右のやつが上押すと、上押すと右行く。で、右押すと下行くっしょ。お、わかった。これね。右に一個ずつ時計回りにずれるって感じっすね。うわ、ティラノサウルスプーンがいる。カオスドラゴン？これ、闇の剣効くか？あー、効いた。意外に効くな。これ、エクスカリバーないか。普通に殴るしかないな。はいが。一応まだ先制は取れるな、全員。よし、上に上がってみますか。あ、セーブポイントがある。あれ、なんか左とか行けたけど、なんだろうな。寝ましょう。また野営、テントを張る。精霊ルビスのお膝元で。ま、これはいつものパターンで。主人公かな、どうも。これで殴れば大丈夫でしょう。生きてるー、失敗した。おお、反撃。意外にブラックベルト役立つな。とりあえず塔には登ってるけど、どうなんだろうな。こっちでいいのかどうかわからない。あそこに召喚獣がいるけど、こっち意味ねえし。召喚獣が見えるっていうそれだけ。あー、これやだ、一番やだ、この軍団。絶対一人ミスるし。弱点マジないのか。水遁使ってみるか。普通だな。これ一番前のやつ食らってないから、とりあえず数を減らす。ホーリーとか凍える吹雪とか。ユーフィーがやばい。うわー、これもう一匹凍える吹雪来たらまずいぞ。ホーリーかよりによって死んだ。これ198は、おお、残った。危ねえ。
これで3体死んでくれれば。おお、死なない。暗黒拳どうなのこれ。ほい、78とか弱え。あー最悪、全滅する恐れあんなこれ。ほい、マジきつい。あのスターキメラ軍団が一番きついな。フェニックスのこれで3つ使うでしょ。どうしよう、一回出ようかな。さよなら。ちょっと体勢を整えよう。まずはキメラの翼で、ちょっとアリアハンに行って、風魔手裏剣も買い足したいんで。いやー、あのルビスの塔攻略にだいぶ苦戦してるな。5万円あるんで、そこそこ揃えられるでしょう。ここがアモールの水だな。これをちょっといっぱい買おう。7000円か、99個で。フェニックスのもちょっと10個くらい買って、キメラの翼もう10個買っとこう。思い出の鈴はいいか。テントは15個。あれ、ここ風魔手裏剣売ってなかったっけ。武器屋。あ、聖水買わないといけなかったな。あ、あった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 。20個で8000円か。まあいいか。まあ、最悪なんか煙玉で逃げるっていう手もありっちゃありだけどな。全然逃げてねえしな、最近。ここら辺のものいっぱい買っとこう。まず属性結晶10個。目薬も10個。で、山彦草も10個。ほいほいほい。鎮静剤とかなんか使った記憶がないんだけど。十字架ちょっと高い。金の針もちょっと高い。万能薬はこれだけあればいいな。で、聖水。これはもう99個持っとこう。OK。で、なんか鎧とか買えるかな。このラインナップが一番強いんだっけ。ユフィ、水の羽衣も装備させようかな。サークレットは1個買えるな。よし。ユフィの装備を大地の衣から水の羽衣にして、レッドキャップをサークレットにする。OK。じゃあ、これでもう一回、ラダトームへ戻って、またルビスの塔に行きますか。多分こういうところがね、何箇所かあると思うんですよね。下向いてるから最初下行っちゃうな。あれ、降りられない。でもこの音楽を聞くと、なんか未来とか過去にワープできそうっすよね。シルバードの曲っすよね。シルバード、二軸軸だ。くらえ。おお、闇に弱い。闇に弱いやつはすげえ助かるよな。 OK。 二軸軸はカモだな。これ一見強そうだけど、これちょっと上も行ってないしな。あ、宝箱があるじゃねえか。2400円。パンドラボックス、最近流行りのパンドラボックスだな。銘の剣を使おう。で、風魔手裏剣も買い込んできたんで、こいつ、アルテマソード覚えてんだ。使おう。おお、すげえ。しかも超強え。まあただ単体だろうからな。まあボス戦には重宝するかな、アルテマソード。そうすると、おお、二軸弱。カモが来たよ、カモが。これと雷神で片付けられるからな。カトンでいいかな、カトン効くかな。うわー、回復した。恐れていたことが起こった。あ、二軸弱硬い、そして速い。よし、ビビかわしたのはでかいな。うおー、これも回復されるのか。結局ピサノの手を煩わせることになってしまった。また上に登って、で、こっちとか何なの。お、これはまた二軸弱がいるから雷神でいきますか。
とりあえず二軸ジャックは、おお倒せない。微妙に倒せるか倒せないかのヒットポイントなんだな。サンダガで行かないといけないから、アーリマンか。死の宣告使ってこないですね。アーリマンといえば死の宣告なんだけど、あれこれ何いけんの。左押すと下、左押すと下、これ落ちる。左押すと下、下押すと右、右押すと上、上押すと左。よし、これは反時計回りか。そうするとなんかさ、ちょっとなんか影みたいなのがあるけど、でもなんか落ちそうな気がするんだよね。あ、宝箱がある。これは白が右だから、右に行くためには上を押せばいいんだ。ほいほいほいと、あそこにも宝箱ある。これは右が黒だから、上行くためには右右で、白だから上行くためには左左。よしで、あ、ちょっと間違えちゃった。小さなメダル1800円。ブラックベルト、パンドラボックス。なんか目星いたからはなかったな。ブラックベルトとか持ってるしね。もう装備させる人もいないからな。風魔手裏剣、あー吸収された。レベル5、効かんよ。もうピサロはもう効かないのだよ。これだけか。で、てかよくよく考えたらさ、無視してさ、ここ突っ切ればいいんじゃん。多少の犠牲はやむを得ない。あ、アンモールの見つかったからそっち使えばよかった。おお、風車、魔力の種、イージスの盾だ。これはすごいんじゃないか。ドラゴンシールド、死だけか。結構いろいろ防いでくれると思ったんだけどな。どうしよう。ドラゴンシールドが20、イージスの盾が25か。5の差だったらちょっとフバーハかけときたいな。スターキメラがね、撃ってくるんで。ドラゴンメール装備すると、でもだいぶ下がるな。神秘の鎧だな。リジェネかかってるから、命の木の実。強引に行こう。おお、バリアの上で敵が出た。こいつらなんでそんなとこにいたんだ。あれ、そりゃ聖水かかってたっけ。サンダカ、これで倒せるんだっけ。倒せねえし。強引に行って、じゃあここのフロアはこれで終わりかな。あとアモールの水を1回ずつ使おう。あー、聖水だ、聖水は聖水だ。またこのパターンか。ユフィは水遁にしようで、主人公も防御。サンダガで、もしかしたらサンナガか忍術どっちかいらないかもな。うわー、ミスった。硬いなやっぱりユフィ、すげえ。でこっちに来て、また確かセーブポイントあるよね。一応記録しとこう。またで寝とこう。やっぱり休憩できるときに休憩しておく。左に行ってみましょう。おお、二軸弱。これはちょっとサンダーで攻めないといけないですね。雷神、風魔手裏剣みたいにこれの上位版があればないいんだけど。この中には何がある。結構ここ宝箱あるからな。お、なんだ、なんか怒ってっかな。邪魔をするな。俺はこれから遺骨を拾うんだ。てかなんでさ、精霊ルビスの塔にさ、こんな奴らがうろついてんだ。魔物がおかしくないか。ルビス大丈夫か。精霊ルビスってあれっすよね、アレフガールドを作った、
まあ、神様なんだかなんだかよくわかんないけど、お、誘惑の剣だ。なんもない。なんもない。ここは？なんもない。ここは？なんもない。結局なんもなしかい。で、左に行って、なんもなさそうだな、ただ。これリミットにしよう。これ使おう。で、防御して、サンダがかけて、これでどう？あ、ピサロの方が早いんか。片付くな。これユフィも忍術使う必要はないな。ピサロ32レベル。あ、そうだ。何回も言ってるけど。聖水を振りまこう。さあ、こっちは、あれ？なんだ？微妙に。小さい目だった。やった。罠がある。あれ？これ何？あっち行けんの？だって、ここ行ったとしてさ、右が黒だから、反時計回りだっけ？ん？右に行くためには、下押せばいいのか。そうだよね。なんもねえ。やられた。あ、なんもねえわ、これ。戻ろう。左に行くためには、上？はい、OK。もう仕掛けの仕組みさえ分かれば、なんてことはないっすね。ドラクエ3やってたとき、これもう本当に分かんなかったっすかね。ドラクエ3やってたとき、小学生だったんで、ゾーマの城とか、こっちを防御しよう。すっげえ苦労した記憶があります。あと、そうか、ルビスの塔にもありましたよね。あれ、何取りに行くときだっけ？光の鎧だっけ？うおー、石になった。めんどくさい。せっかく金の針を買ってきたんで使いましょう。結局、上に行かないといけないってことじゃん。モンスターの気配が元に戻った。これレベル関係あるのかな。セーブじゃねえや、聖水。あー、スターキメラがいる。めんどくさい。当たれよ。よし、これを使おう。そして攻撃も当てていく。痛い。まあ、2体、うおー、ホワイトウィンド来た。2体だったらな、なんとかなると思うんだけど。159も回復されたかな。これ一発分だよね、159って。ちょうど。これ遅いな。かっこいいけど。そして強いけど。ちょいと遅い。一応セーブだけまたしていくか。こまめにセーブしないと。で、どっち行ったんだっけ。左行って、なんちゃらかんちゃらみたいなこと言ってたかな。あそこある。行こう。白だから、左行くためには上。違った。上押して右行ったってことは、左、下か。下、下、下。で、黒だから、左行くためには、上と。ほい。エクスデスを倒す？その心本物かどうか見せてもらいましょう。誰これ？ラクシュミじゃないか。てかさ、召喚魔法使わないからね。840超強い。風魔手裏剣も投げてこう。おりゃ。スカラ。なにー、使ってきたか。ディスペルをかけよう。無駄だ。で、溜めよう。指は。で、こいつはもう、命の剣だな。これすぐ倒せそうだな。超強いんだけど、本当に。このまま攻める。ウォータが。うわ、やばい。なんだこれ。おお、なぜかユフィ回復した。理由がわからん。よし、まあ一回でいいか。一回貯めたフレアをくらえ。670で、こいつはもう命の剣を使う。712で、名挙止水で、おお、誘惑、これはきついぞ。おお、男どもめ。
ビビが誘惑されるようなキャラじゃないのに。このおー、下押した。ビビはむっつりっすね、何気に。お、ミネルバビスチェ、これは女性用の装備なんですよね。ユーナか、ラクシュミ。ラクシュミは全体回復かな、そうすると。とりあえずミネルバビスチェ、あ、強い、めっちゃ強い耐性もすげえ。早速ユーフィーに装備させました。水の羽衣とか言って一瞬で終わったな。あれ、これちょっと待って、右に行けばいいんだから下だ、ほいほいほいと。でこれは右に行くんだから上。あれ、これこれで終わりか。ちょっと何にもないな、ここもこれで終わり。あれ、落ちるとか、頭を使えって言ってたかんな。ちょ、俺の頭じゃもうこれが限界だあの仕掛けを解くことで限界っすね。カトン、あ、しまった、カトンじゃねえ、雷神だ。つい、うっかり。痛い。サンダーガと。結局、ジャの剣で仕留める羽目になるとは。レベル33。アルテマソード覚えたから、もうなんか枠的にはなさそうだけどな。一回ちょっと降りよう。で、寝よう。やばい、ルビスの塔。仕掛けがわからん。というところで、まあ、攻略の途中ですけれども、なかなかいい時間なので、今回はこれで終了して、また次回、ルビスの塔を攻略していきたいと思います。